ショパンの主題による変奏曲はフェデリコモンポー作曲のピアノ作品。1938年から1957年にかけて作曲された。モンポーの作品の中で最もピアニスティックな作品である。1938年頃に友人のガスパールカサドからショパンの24の前奏曲第7番を主題に用いて、 チェロとピアノための変奏曲を共同で作曲することを提案されたことがきっかけとなって作曲が始められた。この計画は実現しなかったが、文法はすでに第1.2.3.5変奏を完成しており、これを元にして作品化するつもりだった。しかし、その後長い間放置された。再び作品に向き合うことになるのは1957年のことで、 コベントガーデンのロイヤルバレエ団からすでに作曲された変装を利用してバレエを書かないかと依頼されたことがきっかけとなった。結局、完成されたものはピアノの作品だったが、モンポー自身によればいつかバレエに書き換えられるように意識して作曲されているという。約25分サラベール社より出版されている。主題と12の変装及びエピローグから構成されている。 文法自身による録音が残されている。その他では、ホルディマソによる、文法ピアノ作品全集の一枚として録音された、ものや、熊本マリによる録音がある。ザ・ライナー・ノッツ・イン・ザ・ヨン・ CD セット・オブ・モンポー、コンプリート・ワークス、ハット・エンサヨ・レーベル。後にブリリアント・クラシックスより再発。ナクソス8.554570、マリ・プレイズ・モンポー・イン・ベネツィア。 モンポーピアの作品集に忘れられた調べ、ありがとうございます。